ったキリギリス、秋の虫が輝く季節です。夏の王者カブトムシは卵を産み幼虫となる秋、しかしノアのマットでは成虫が、幼虫王者がまだまだ元気です。みんなのヒーローがやってきました。虫キングテリー参上。あ、その後ろにはレブ博士も一緒です。この季節死んでしまうカブトムシが多い中で正義の味方虫キングテリーは不死身です。ネブ博士も登場しています。誰の中にも必ず潜んでいるずるい心、その心を増大させてしまうというブラックマスク、その恐ろしいブラックマスクをかぶった虫キングジョーカーがこの正義の味方虫キングテリーの相手です。さあやってきました、ブラック博士も一緒です。これまで6試合まだ勝ったことがありません。このままでは虫キングジョーカーのピンチです。負けられない虫キングジョーカー、打倒テリー、目覚めなさい。ブラック博士もリングに入りました。あとやり合ってるぞ、虫キングテリーと虫キングジョーカーが早くも小競り合いです。あっといった、エルボー、エルボー、エルボー始まっている。あっとこれは虫キングテリーは今日12試合目ですが初めての展開だ。まだゴングは打ち鳴らされていませんがもう始まっている。虫キングジョーカーやり返しました。さあ飛ぶか飛ぶか、スライディング、スライディングを見せました。ガッツポーズは虫キングジョーカー。今日はお互いや博士も、あ、なんだ、音楽が鳴り始めたな。そうです、シングルの退屈ではありません。あっという間にその熱気に包まれてしまいましたが、まずは虫キングテリーの味方がやってきます。エリードはそしてスコーピオです。あっともう始まっているぞ、何が何だかよく分からなくなってきました。もうすでにリング上でエディ・エドワーズと虫キングジョーカーがスコーピオンが入りました。この2人が虫キングテリーの味方となってこの悪者退場を始めています。すでに虫キングジョーカーが捕らえられている格好です。悪者退治が始まっている日本武道館、うつ病しています。ちょっとどよめきが起こっています。さあこれから今度はこの今やられている虫キングジョーカーの味方が来るわけですが、今井上と菊池が走ってやってきました。慌てるようにして走ってきました。さあすでにジョーカーのテリーがやっている。あ、俺はラリアット、井上、菊池も入っている。さあようやく6人が揃いました。しかしもうすでに登場したと同時に試合が始まっている格好、虫キングジョーカーと井上、これはかわしました。虫キングテリーが飛んだ、ポーチ王者がもう一回飛んだ、ドロップキック。さあここで慌てて山本レフリーもチェックをして、これから仕切り直して始まろうかという第3試合になりました。6人タッグマッチの30分一本勝負、虫キングテリーとエディ・エドワーズとスコーピオが仲間です。青コーナー、赤コーナーが虫キングジョーカー、そして井上と菊池です。今ようやく両コーナーに分かれたところです。あ、しかしまだもう始まってしまった。ここでようやくたまらず山本レフリーがロングを打ち鳴らしました。さあもう3カ所でやっているという格好が、虫キングジョーカーと虫キングテリーも絡み合っています。今エディ・エドワーズに井上が攻め込んでいるところです。この辺りは虫キングジョーカーももう負けられないというその意気込みでしょうか。あっという間にその勢いを見せつけている格好です。がっくりと膝を落としたのはみんなのヒーロー、正義の味方、虫キングテリーです。
まだ試合が落ち着かない学校。今リング内には菊池剛とエディ・エドワーズが残りました。菊池剛、井上、日本人の2人が虫キングジョーカーの仲間です。さあ菊池がヘッドバットを落としていく、ヘッドバットを落としていく、もう一丁、まだ行きます。4発目、エディ・エドワーズの右の肩のあたりでしょうか。今度は井上も援護して落としていきました。宮城一、頭の硬い泉田潤とも戦いをしました菊池、その頭の硬さの定評があります。さあダメージを受けたエディ・エドワーズに対して虫キングジョーカーがまずは頭のあたりを締め付けているところです。虫キングテリーに見せつけるかのようにエディ・エドワーズを捉えます。このエディ・エドワーズとスコーピオがこの正義の味方、ムシキングテリーの味方ということになります。まあ、かつてスコーピオは三沢小川との、まあ、タッグとの対決もありましたが、そこで裏切り行為もありましたけれども、果たしてスコーピオはしっかりとムシキングテリーを援護するでしょうか。さあ井上が変わって入ってきています。ダークエージェントの井上、ある意味では虫キングジョーカーのダークの香りがしますから、そのあたり援護する井上は気持ちの面で迷いはないでしょう。さあ菊池も入ってきました。菊池と井上がエディ・エドワーズを捉えようというところ、スコーピオがたまらず入ろうというところですが、山本レフリーが抑えます。さあ息もつかせぬ展開になっています。ガキムシル、井上正雄です。エディ・エドワーズが捕まる時間が長くなってきました。練習生とともに、まあ、練習をして体を鍛え、このノアマット8月20日に、まあ、初登場しましたエディ・エドワーズです。井上を投げ飛ばしていきました。なんとかタッチできない、菊池が入ってきました。おいネブ、おネブと呼んだ菊池。なぜか菊池の相手はネブ博士か。ネブを呼びました菊池剛です。今日はネブ博士、そしてもう一人の、まあ、虫キング博士のブラック博士も来ています。ネブ博士が作ったその謎の仮面をかぶった虫キングテリー、こちらがブラック博士。ブラック博士が作った、まあ、そのブラックマスクをかぶると悪い人になってしまうというその虫キングジョーカーが出ています。さあエディ・エドワーズが捕らえられていますが、ここでようやくスコーピオが助けに入る格好。虫キングジョーカーを捕らえました。虫キングテリーもその順番といいますかチャンスを伺っているんですが、なかなかリングに入れません。エディ・エドワーズが手を出す。虫キングジョーカーを捕まえながらスコーピオにタッチ。さあここでスコーピオが拾ってきました。ここから流れを引き戻すことができるかどうかスコーピオです。どうか、ここまでリング、そのゴングが鳴るまでにあらゆる展開がこの日本武道館にありましたが、ここから青コーナーの出番か。エルボーはスコーピオ、口を離します。菊池は場外。さあここで虫キングテリーが入ってきました。さあ虫キングテリー入ってきました。みんなのヒーロー虫キングテリー、ここで近距離でのドロップキック、カウントは2です。今日が12試合目、虫キングテリー飛んでいった、ライングボディアタック、カウントはカウントは2です。カブトムシが飛びました。秋になってもまだまだ飛びます。羽を広げた虫キングテリー。ただ1週間前愛知で行われたシングルマッチで虫キングテリーは森島に敗れました。シングルで初めて敗れた虫キングテリーも雪辱のこの試合になりました。ここは虫キングジョーカーを痛めてスコーピオとタッチ。ス
コーピオがサードロープからトップロープを設定、クラッと回りました。さあカバーに入ってるな、井上のカットに入りました。ちょっと苦しくなってきた虫キングジョーカー。ただ虫キングジョーカーもここまで虫キングテリーに一度も勝ってないんですが、そろそろ勝たないといけません。あとかかとで顎のあたりをヒットしていきましたスコーピオ。虫キングジョーカーです。ジョーカーは今日が7試合目、6試合まだ勝ったことがありません。さあスコーピオはトップロープ、フルッと体を左ながら落ちていきました。ここは井上がカットに入ります。虫キングジョーカー今日も苦しい展開になってきました。スコーピオがまずは落としておいて、エディ・エドワーズが青コーナートップから、これは見ていた、これは虫キングジョーカーよく見ている。さあ反撃開始か、テリーが入ってくる、テリーが入ってくる、緑の虫キングテリー。さあ最大のライバル虫キング、おっと取り返してドロップキックは虫キングジョーカー。虫キングテリーは場外に落ちました。リング内では井上正夫が入ってきて、エディ・エドワーズとの対決です。井上正夫ドロップキック、カバーに入るがカウントは2です。井上のドロップキックです。さあエディ・エドワーズを捉える。さあダブルでの攻撃か、ヘッドバット落としていきます加藤剛です。遠くを見ながらエディ・エドワーズを捉えようという菊池です。おっとくるっとかわしているエド・エドワーズ、逆に自分の攻撃を見せるかどうか。この辺りは軽やかな動きです。フランスキックもひらりと光るものがあります。エディ・エドワーズドロップキック、胸の辺りにヒットしました。さあスコーピオ入ってきて、スコーピオのドロップキック、ニュートラルコーナー菊池剛、ちょっと顎が上がってきました。膝を打ちつけていく、この辺りは跳躍力があるスコーピオ。もう39歳ではありますがまだまだというスコーピオ。さあ虫キングテリーの援護をしていますスコーピオです。エルボーかわして逆に打って、あっと一発当たりました。頭も打ちつける、頭いったドンというものすごい音が響きました。日本武道館ここでヘッドバットをまた連発しようという口々ですが、ここはくるくるっとダンスのようにかわしていくスコーピオ。まあ、ゼロセンチックもかわした。さあ捉えられるか、ブレンマスターの体勢ですが、スコーピオ菊池剛をニュートラルコーナートップロープへ。あちょっと出血しています菊池剛です。あしかしここから頭を落としていきます。そしてトップロープに菊池剛頭を落としていきました。さあ脇腹のあたりにヒットしている、どうだ、肩が上がった、肩上がりました。しかしかなりのダメージはスコーピオです。スコーピオの肩が辛うじて上がりました。さあ一気加勢、虫キングジョーカーが入ってきました。第3試合6人タッグマッチ30分1本勝負。おっとシャイニングウィザードのような格好で、さあカバーに入っている虫キングジョーカー、カウントは2。この辺りはここまで勝ち星がありませんが、機敏な動きを見せている虫キングジョーカーです。何しろこの虫キングジョーカーと虫キングテリーはここまで体重が不明でしたが、虫キングジョーカーが79キロ、虫キングテリーが84キロ、この武道館大会から公表されました。ですからジュニアの2人ということが分かったわけです。体重が分かったということですから、これからジュニアのもしかするとベルトも狙ってくるかもしれないというこの虫キングジョーカー、そして虫キングテリーです。さあその虫キングジョーカー、まずはこの試合でテリー組を破りたいところですが、スコーピオのエルボードロップは見ていました。エプロン、あーとエプロンからハイキック、乾いた音が響きました。さあセカンドロップからグラッと待っているアンサット、さあカウントはカウント2。さあスコーピオは大丈夫か、虫キングジョーカーが捉えているが、体の大きさはスコーピオですが、抱えて前に落としていきました。この
すごい速さで落としていった。さあ最後仕留めるのはムシキムテリーか。まずはカバーに行ったが、カウントはどうだ。カウントは2。1週間前シングル森島に敗れたムシキングテリー、2敗目を喫しました。初めてシングルで敗れました。そのリベンジの日本武道館、くるっとかわして、ここもよく見えている。体を巻きつけようというところ。さあどうだ、カウントが入ってるの。カウントは2。一方ムシキングジョーカーももう負けられない一戦です。さあやり返すか。あーっとエルボーを打っていきました。この辺りはさすがのムシキングテリー。カウントだ、カウントは2。腹を押して上げているムシキングジョーカーの方。さあジャーマンが、これは立ち上がっているムシキングジョーカー、トラスキック、ロープを使ってラリアットをかわして巻きついているのはムシキングテリー。そこを投げた、それを投げました。カウントは2。鮮やか、まさにカブトムシのその角を彷彿させるようなそんな動きを見せました。さあムシキングテリーがミストクラッシュか、ミストクラッシュに入るか。東京ドームでもそれで下しましたムシキングテリー。体は巻きつけていくか、あっと前に落としていった、前に落としていきました。さあ両者が大の字という格好ですが、ヒーローが勝つのか、悪役が初めて勝つのか。日本武道館の第3試合、ここで青コーナー赤コーナー、両者の味方が入ってきました。エディ・エドワーズと井上雅雄です。エディ・エドワーズ、スコーピオの外国人がムシキングテリーの仲間です。一方日本人の菊池と井上が悪者、ムシキングジョーカーの仲間ということになっています。さあ悪者に援護できるか井上雅雄。これはこの辺り先ほども見せましたが、軽快な動き、エディ・エドワーズ高い打点のミサイルキック。さあどうだ、エディ・エドワーズ、井上カバーに入ってるか、旗を割れました、旗を割れました。練習生と共に汗を流しているエディ・エドワーズ、井上雅雄に対して金星を挙げることができるかどうか。ラリアットかわしているエルボー、ランニングでのエルボーを見せました。もう一度自らセカンドロープを使ってのブースタルト。さあカバーに入った、ここは菊池がカットに入っています。ムシキングテリーとスコーピオを離しました。さあ分離しておいて、エディ・エドワーズが捉える時間がこれから始まるんでしょうか。まず菊池のエルボースラム。さあカバーに入る、ここはテリーがカットに入りました。さあエディ・エドワーズが果たして耐えられるかどうか。おっと逆に丸め込んでる、エディ・エドワーズ、そうだ、カウント2。この辺りは反撃もできるエディ・エドワーズです。さあ抑え込んでるのエディ・エドワーズ、そうだ、カウント2。場外ではテリーとジョーカーもやり合っています。さあ盛り上がりやった、さあここでスコーピオとテリーが場外に落ちた。エディ・エドワーズ、あっとバックブリーカーへの上、さあ担ぐか井上、エディ・エドワーズ味方のテリーと、そしてスコーピオ今場外。さあアルゼンチン、アルゼンチンバックブリーカー、これに耐えられるかエディ・エドワーズ、アルゼンチンバックブリーカー。さあダメだダメだ、ここでゴールになりました。最後決めたのは井上雅雄、アルゼンチンバックブリーカーでエディ・エドワーズを仕留めました。再三相手を見てかわすところもあったんですが、エディ・エドワーズ最後は敗れました。結果これでムシキングジョーカーの青コーナーの勝利ということになりました。14分25秒、ムシキングテリー組をムシキングジョーカー組が下したということになりました。ジョーカーがテリーに対して勝ち越しを、まずは勝ち越しを取ったということになりました。ムシキングテリーは敗れました。これで3敗目という
ということになります。優勝3敗という形になりました。そしてリング内にはデブ博士とブラック博士も入ってきています。ムシキング研究所所長、こちらがデブ博士です。デブ博士が作ったマスクをある日一人の男がかぶってムシキングフェリーが誕生しました。一方ブラック博士が作りましたブラックマスクをかぶったのがムシキングジョーカー。子供たちに大人気のカードゲーム、そのムシキングから生まれたヒーロームシキングフェリー。今日は井上雅夫がエディ・エドワーズを下して赤コーナーのムシキングジョーカー組の勝利ということになりました。これで12試合目で9勝3敗、アタックではこれで2敗目ということになってしまった正義の味方です。ただこれからも秋になっても冬になってもまだまだその強さを子供たちにも見せつけてくれるであろう、そんな動きも見せましたムシキングフェリーです。日本武道館大会第3試合6人タッグマッチ30分1本勝負、残念ながらみんなのヒーロームシキングフェリーは敗れています。